教習者としておなじみカローラ、グランツーリスモにおける、ビッツでミオフィット的存在、ステーションワゴンのフィールダーですな。定番。プラスチック内装に布シート、安く買えるはずさない選択肢、操作系統も昔ながらで、安定感あるハンドサイドブレーキです。メーター内部のメッキ調のリングが、結構かっこいいんだよね。独特すぎる禁煙表示で草。安心と信頼の、ノットオート手回しエアコン。プッシュスタートはありません。鍵は手回しするタイプです。プラスチックまみれな内装ではあるけど、これこそが車の最小単位かつ、昔からのスタンダードって感じ。高級感はないんだが、乗り物としての安定感と信頼性がある。新車価格に照らし合わせる投下部、80点主義プラスアルファだな。というわけで時間にも余裕がないので、とっとと発進していきます。私はマニュアルで免許を取ったのですが、その時の教習車が、この顔のカローラでした。個人的に、100万円台で新車が売ってる自動車全般は、走りにも荒さが出るイメージがあります。だけど、低価格低品質かつ、教習車なイメージは、意外な形で覆されることとなります。このわずかな区間で、マンホールのような段差を何個か超えるんだけど、もう驚きましたね。なんというか、ショックアブソーバーがちゃんと作ってあるんだ。小さい段差は、しっかり動いてくれるのを感じる。サスペンションの動作を感じず、ただ跳ねるだけ。そういう足の動きをする車も多い価格帯だけに、驚いたよな。このカローラがそうなのか、このグレードがそうなのか。全体的な印象として、教習車ベースな安い車ではなくて、乗用車として付き合っていけるよう、細部の衣装にもできる範囲でこだわって、仕上げられているなと感じました。まずね、プラスチックな内装部品は価格ゆえ仕方ないけど、メーターの動作がかっこいいのよ。あと、はっきりとは取らなかったけど、内装各部のさりげない加色。車内空間の質感を、ワンランク高くしてくれている。ちょっと座っただけでも、ただ安く移動できればいいや、そんな雑な作られ方は、されていないなと思わされます。コストが限られているからこそ、安い中に、人間らしさというか、トヨタのこだわりが見え隠れする。そこが面白い点だな。何か特別な要素があるわけじゃないんだが。今深夜の1時か、この後トヨタ市に行って、BG4X に乗るんですよね。ここ1週間ほど、車の試乗動画しか出してないし、何より私が、人生の目的を失いかけています。実はこの撮影場所、名古屋市東部の天白区エリア。私が生まれ育った地の近くです。人生で一番最初に運転した車で、人生を始めた地を走るという時間だ。だからなんだよという話ではあるが。それにしても、ショックがよく作られてて驚きますよ。硬いでもなく跳ねるでもなく。この乗り心地は移動手段ではなく、しっかりとした乗用車なんだ。まあ約 1.1 トンの車重ゆえ、別に乗り心地いいって言えるかはわからないけどな、イメージよりいいぞ。上り坂については、加速しようと思うとトルク不足になります。ゆったり流す分には、特に不満はないかな。全体的に言えるのが、乗用車としての最低単位。という感覚ですね。上りで加速していくにはパワー不足なエンジンだけど、失速するってほどじゃない。エンジンだってわめきはしない。シエンタとか、わめくだけで全然加速しない。スカスカトルクなエコ全フリーエンジンだったからな。経済的なのはいいんだけど、加速が絶望的に遅すぎると、運転してても悲惨ですからね。その分踏んで分回せばいいんだが、ちょっと狭い道に入るけど、まあ言うことないですよ。コンパクトカーだもんね。フルモデルチェンジをした後も、5ナンバーサイズに収まってることを理由に、目を黒くして、アクシオの名を足して、売られ続けているくらいだからな。前後に4400mm、左右2695mm、最小旋回半径は 4.9 メートル、何の不満もなく乗れるジェストサイズ。トールワゴンみたいに背が高すぎるわけではないから、段差を越えた時も、重心高からか、左右方向に揺さぶられたりはしない。ハンドリングもいい感じです。ダイレクト感があるとはさすがに言えないけど、ステア操作に対しての、追従のバランスが取れてる。今メーター内で、アイドリングストップ利用可能マークが点灯しましたね。その隣にあるのはエコマークで、エコな運転をしているとき、このエコマークは光り続けます。ちゃんとしたインフォディスプレイがついている車種は、エコアクセルガイドだったか、そういうものがつくんだがな。R35 みたいな配置の情報引導は、トリップメーターと、明るさ調整のみかな？さてこの先の区間が、ちょっとだけ山道っぽくなってるんですよね。路面のうねりや段差も激しめなので、そこでテストとしましょう。私がこの動画を作るときに、強く意識すること2つ。
ステアフィールと、足の動き、ステアフィールについては、ハンドルも軽いし、ロールも強くは抑え込んでくれない。でも、ハンドル操作に対する、ロール量というか旋回とのつながりは、不思議といいんだ。別に動きにダイレクト感があるわけじゃない。ロールがスパッと収まるわけでもない。でも、スカスカというわけでもなく、変にクイックというわけでもない。自然なるだるさが程よい。そんな味付けです。スポーツ感はないけど、一体感がかすかにあるような、不思議な感覚です。でも、こういうハンドリングの一体感は、近年のトヨタ車の、いいところが出ているね。大衆車セグメントの実用車だから、あんまり期待してなかったけど、裏切られました。再始動からの発進ラグは、違和感を感じないレベルに収まります。交差点を左折するときの、ザ・車、を運転している感、引き返してきました。ヒルクライムにおいては、さすがにトルク不足を感じてしまいます。平地を走ってた時と同等のペースで、ゆったり行くだけなら、そんなに辛い感じはしないんだ。シエンタの時は、あからさまに大きくなっていたが、カローラはまだ静かだな。今の直線区間、トルク不足を感じながら踏みましたんですが、2000回転も行ってませんでしたね。元の車重も軽いので、比較的スイスイ走ることができます。さすが名古屋、この数十秒だけで、アルファードが5台くらいいるぞ。岐阜にいる時はあんまり見かけなかったからな、名古屋に来たって感じだな。なお関東のアルファードの方は、ドキュン率がかなり高いですが、名古屋の方は基本的に、ただいるだけですね。たまにというか、投稿主でも年1レベルでの遭遇だが、ワインレッドのアルファードいるよな。あれ美しいですよね。全然見かけないし、多分リセールも低いけど、アルファードだからな、もう資産だよな。資産として買ってる人が、個人ユーザーにいるのか知らんが。ここで私、エアコン操作ダイヤルの、作りの安さが気になる。こんなの可能な限り安く抑えたい人用に、メーカー内で共用して作ってるんだろ。安いのは選ぶ人の予算だから気にすんな。さて、もう返却に行こうと思うので、この対向車右直殺しの302号線で、前回テストと参りましょう。ちょい北にある赤信号直進左矢印は、100キロで突っ込んできた対向車に、ぶつけられて死んだ右折車の呪いだ。早い加速してくれますね。合流どころか、白点線追い越しも、やろうと思えばできそう。軽くてコンパクトな車なので、高速域での安定性は懸念事項ですが、このペースで走ってても普通でしたね。数秒で何がわかるんだって話ですが、ただこの CVT、なんというか、わずかにパワーをロスってないか？気のせいか？まあまあ、覆面にギリギリ捕まるかも程度のスピードなら、普通に走れるであろうことは、言っておきます。ただ長距離走行をするつもりなら、最低でもクルコンは必須だぜ。できれば前車追従式がいい。あと個人的には、ステアリングは絶対本革がいいですよ。内装にケチケチ言うなら、目に見えるところで妥協がない。世代の新しいメルセデスが安定するな。まあでも、R35 やスープラ、メルセデス級と比べて、新車価格が約100万円台というのは最低限に位置しますが、なんというか、値段の割に変わらないっすね。私は先ほど、そして多分サムネでも、このカローラは乗用車の最低単位だと言いましたが、別にこれで十分やん。逆に聞きたいんだけどさ、これ以上に何が必要なんですか？必須と必要。欲しいと十分。そういうバランスを、示してくれる一台でした。もうワンランク下に、鈴木車のアルトがいるからな。なんとも言えないがな。まあ世界のカローラですからね。自動車学校の頃の記憶は、何も蘇りませんでしたが、私はもうスポーツカーだけ好きとかいうものではなくて、新車好きとしての沼に落ちております。なんというか、1億円くらい稼げたら、適当な広い倉庫みたいなの買って、車屋をやってみたいですわ。場所は、東京に近くて道も楽しい。甲府と諏訪湖の間あたりがいいかも。さてさて、絶妙に邪魔になるところで、タクシーが待機してらっしゃるので、地獄の車庫入れタイムです。車庫入れっつっても言うことないぞ。例に習ってコンパクトカーだからな。ただまあ、段差が思っていたよりきつくて、ちょっと苦労しましたね。私はこのカローラ、いい車だなと思いましたよ。見ての通りのプラスチック内装だけど、ただ安いだけじゃない？そういう作り込みを感じたから。入ったはいいけど、横に思いっきりずれたから。初見の車と初見の車庫だから、極端にがばりやすくなるんですよね。縦列駐車の教習を、思い出しますわ。卒検はただの駐車だったから、教習以来、一度も縦列やったことねえ。というわけで、次の動画はラブ4です。
意外なほど高級かつ高精度な組み付けが光る、走りもしっかりした車です。お楽しみに、そして私のモチベよなんとかなれ。ご視聴ありがとうございました。おまけ、パーキングソナー付きです。